スノーキーこと小手川幸也です。週末恒例来週の戦略についてお話ししていきたいと思います。ということで、えー、まず皆さんが一番気になっていることだと思うんですけども、これはあくまでも個人的な見解です。もう逆張りしていいのっていうところなんですけどもですね。うん、まあちょっと私がもし今ノーポジだったら、 やっぱランド園とか、えー、中国人民元園あたりは、えー、始めたいかなと。まあメキシコペソ園に関してはまだそこまで下がっていないので、買い場かというと、まあそこまで買い場ではないかなというとこですね。ただ私トラリピの方で、えー、メキシコペソ園の、えー、買いをやってるんですけども、そちら順調にポジションが増えていってるので、 私的には嬉しい展開なんですよ。メキシコペソエンに関しては。あと、ループイフダンも、 まあえー、カナダドル円、やっと下がってきてくれたので、まあ、始め時かなと。あとちょっとやっぱリスクはありますけども、5ドル円がすごく売られているのでですね、これただの、あのー、スワップ投資、買いポジションだと、うまみはあんまりないんですけども、えー、5ドル円っていうのはよく動くので、えー、ループイフダウンとかのリピート系でやるんだったら、えー、今からだったら、えー、始めたいかなと思います。ただ、 ポジションをすでに持っている場合ですね。要は難品的なことに関しては、まだかなと。 はい。もう一段ね、えー、下がったところかなと思います。で、えー、株に関してはですね、えー、まあ、ぼちぼち、えー、現物で、えー、買っていってもいいかなとも思いますけどもですね、まあ、私はあの、基本的にまあ、株は、えー、やらない人なんで、よっぽど、ね、よっぽどのバーゲンセールにならないと買いたくないなと思ってるので、まああえてどれか買うっていうんだったら、今、まあ、毎週言ってますけども、 テスラモーターズ。アメリカのテスラモーターズの株ですかね。後でチャート出てきます。はい。で、えー、まあ、今週のニュースって言うと、本当このもう新型コロナウイルスの感染拡大のことばっかりでした。まあ、あとそれに関しての株価は大暴落ということで。まあ、なぜここまで大暴落になったのかっていうのはまあ結局イタリアで広がったっていうことですかね。えー、っと、先週の、えー、っと、木曜日だったかな。あの、 小林義彦さんの、えー、と、お悩み相談室のとこでもちょっとお話し,しましたけども、まあ、えー、北米とか欧州で、えー、あの、被害者被害者じゃない、感染者が拡大すると、まあ、結構、材料視されるかもしれないということをちょっとお話し,したんですけども、まあ、まさかここまで、えー、大きくなるとは思いませんでした。騒動というかね、えー、市場が大きく反応するとは思いませんでした。で、えー、まあ、今週振り返ると、まあ、為瀬はですね、 株価に比べるとまだ、えー、落ち着いているかなというところですけども、クロス円を見ると結構売られている通貨ペアもあるので、えーまあ、結構厳しい展開となりました。はい。で、えーまあ、トランプ大統領がこの件に関して記者会見を行ったんですけども、まあそんな大したことを言うわけでもなく、下げ止まらずで、一応、利下げしろみたいなことちょっと言ってるようですよね。でも、えー、っと、FMC のメンバーは、 うん、まだ、そんな段階じゃない的なこと言ってたかな。はい。用心発言で。で、えー、WHO が、やっと、えー、非常に高いに引き上げました。まあ、これもね、前も言いましたけども、えー、まあ、新、どこだったかな <laughs> バングラディシュ出身だったかなで、えー、ちょっと中国に対して忖度してるんじゃないかっていうことあって、まあ、ここまで来てようやくっていうことで、この WHO っていう機関が、 機能してるのかどうかっていうことですよね。まあ、国連とかいろんなところがね、意味あるのかってよく言われてますけどね。はい。で、えー、トイレットペーパーの買い占め騒動が、えー、日本であってですね。んね、落ち着きましょうって言いたいんですけども、やっぱ実際に、あの、トイレットペーパー買おうと思って行ってですね、棚になかったら、ちょっとやっぱ焦りますよね。はい。 で、えー、私の現在の保有ポジションなんですけども、まあ、ループイフダンの方は、えー、現在のところ、えー、ポジションがどんどんと増えていってる状況で、えー、まあ、あの、設定見てもらったら、あれだと思うんですけども、まあ、そんなにまだピンチというピンチではないです。で、トラリピに関しては、これ、あの、設定、ちょっとずらしたんですよ。あの、レンジを。それが、まあ、良かったなっていうことですね。はい。で、ランド園は、含、え、み、ー、駅から含み損に変わりました。 で、人民減はやや、含み損。そんなに大きくない。で、ゼロ値円がですね、まあ、先週もお伝えしましたけども、えー、200万円さらに追加してですね、300万円で始めたんですけども、そっからさらに、ユーロゼロ値が上がってるんで、今、今の方が始め時なんですよね、というタイミング的には、えー、今の方がタイミング良くなってきております。はい。まあ、このあたり詳しくご覧になりたい方は、動画概要欄に URL 貼っております。 さあ株価ですね。えー、日経225冷やした後いやー、まあ偉く売られました。まあただちょっとね、今回あの、私言いましたよね、的なこと何回も言っちゃうかもしれないんですけども、もう日本株に関しては買う材料ないですよねっていうこと何回も言ってたんで、で、今回まあこんな材料出ちゃって、えー、下がりましたと。うーん、まあね、ただやっぱ日本の場合はあの、日銀だの年金だのの買い支えがあるんで、 売りで入るっていうのもちょっと躊躇するんですよね。なんでやっぱりループ株365の売りとかで入ってたら、まあ一番このあたりの揉み合いも取れてよかったのかなってまあ結果論ですけどね。で、えー、まあ21000円割るか割らないかであっさり割って、えー、まあ一応このあたりですね。はい。で、週、え、足、ー、で見るとこんな感じでですね、まああの目処としては、えー、まあ、 2万円割るか割らないかと。あと、えー、ここが、えー、パウエルショックかな。はい。えー、まあ、1万八千0百円。まあ、これ結構ね、そんなに前じゃないんで、まあ、可能性としてはあり得るのかなと、このパニック投げ売りが続くと。はい。で、えー、まあ、その、えー、世界株安の、まあ、発端というかね、えー、その原因となっているのが、あ、その前にですね、あの、これ、ちょっと今回の、 いつも GM クリック証券さんの VI 指数だったかなあれ出したかったんですけど出せなくって。まあ要はビックス指数がすごく上がってますよということで、私はあのビックス指数、あの、売りから入る戦略って流行ってますけども、いや、底値県だったら買いの方がいいんじゃないのっていうことを、ちょっとこれも私言いましたよね、的なことになるんですけども、まあまあ上がっとりますと。なんでまあ、コストはかかるけども、安値県でえこう横ばいになってるんであれば、 万が一、今回のような、ね、えー、ドカッと吹いた時に、えー、えらく、えー、利益が、まあ、出るっていうことですよね。これ、まあ、ちょっと、日経の、なんか、よくわからないですけど、まあ、要は、ビッグシス対応のやつらしいです。はい。で、えー、ニューヨークダウですね。はい。まあ、冷やした後では、えー、っと、はい。えー、これ、昨日も確か1000ドル近く下げてたんですよね。<laughs> 1000ドル近く下げてからの買い戻しで、 で、これで下げ止まったのかっていうところの判断なんですけども、これ金曜日なんで、ショートカバーですよね。要は、売ってた人が買い戻したっていう可能性は高いかなって。なぜかっていうと、やっぱこの土日にですね、えー、まあ世界各国連携して、何か、あの、金融緩和だのなんだのっていうの出てきたら、売りで入ってる人やられちゃうんで、まあ、とりあえず買い戻したっていう可能性もあるので、まあ 下髭陽線。ここがセリングクライマックスセリクラだったとは、ちょっとまだは、まだ、そうは、ま、言い切れないかなと。可能性としてはありますけど。はい。で、週足で見るとこんな感じなんですよね。これも、ここが、パウエルショックの時だったんで、まだまだそこまでは言っていない。ただ、この下げって1週間なんで、なかなかいかついなと。あ、それでですね、リーマンショックと比べてどうなのかっていうことを気になる かと思うんですけども、一週間でこれだけ下げたっていうのは多分これリーマンショックを超えてますよね。一応動画概要欄にですね、あの前回のこのパウエルショックの時に、リーマンショックと比べたチャートを載せた記事があるんですよ。あと YouTube 上も探してもらったら、2018年の末頃って、結構あのこの辺りは大騒ぎしながら動画上げてたんですよ。ちょっと今回はやってないですけど。はい。 で、ナスダックの方は、えーまあ、ここも暴落と言っていいぐらい、まあ、下がったんですけども、なぜか、えー、週末はプラスで終わってます。まあ、このあたりもね、えー、どう見るかっていうとこですよね。で、えー、S&P500 の方も、えー、暴落なあと、えー、下髭陽線が出ていますけども、まあ、これもま、ここで、えー、上がっていくかどうかっていうのはちょっとまだわかりません。 はい、えー。で、テスラモーターズですね。はい。667ドル。私が買いたかった700ドルのライン割ってるんで、まこれはちょっとワンチャンあるかなと思うんですけども、スケベ心出してもうちょっと下で買いたいなっていうのが、もう私の、えー、考えてるところです。はい。で、えー、やっと為替の方なんですけども、ベイドル円冷やしチャートですね。まあ、先週、えー、この112円タッチした時はですね、 もうこれトレンド上に向いたんじゃないかと思いました。ね。この長い間のこの、えー、っと、サポレージも抜けて、えー、こういうふうにトレンドラインが周足とかで引いたらあったんですよ、斜めに。まあ、それもぶち抜いてということで。ただもう、ね、えー、悪い円売りとかもいう話どっか行っちゃって、結局リスクオフ、リスク回避になると円高になるか、なるのかっていうところで。ただラッキーだったのは、あの、私、 とか、皆さん、あの、FX やってる、特に、あの、円売りね、え、クロス円売ってる方にとってラッキーだったのは、これ、112円つけてくれてたから、こっからの下げだったんで、ちょっとラッキーかなと。もしもこの、な、謎の上げがなかったら、110円から下げてるんで、ね、もう多分105円とか言ってたと思うんですよ。ここの、あの、ヘッジファンドか AI かわからないですけども、ちょっと上げてくれて、ラッキーだったなっていう面はあります。はい。 で、週休み見るとこんな感じなんですけども、えー、まあ、前回安値と、えー、面合わせ状態で、えー、この後なんですけども、んまあ、やっぱりこれ明確に割ると、えー、一応、まあ、105円っていうところがあって、そして前回安値の、えー、104円台前半、そしてフラッシュクラッシュの時も、まあ、同じぐらいつけたので、まあ、もしもですね、えー、これさらに円高方向に行った場合ですね、えー、次の目処としては、 この辺りも視野に入ってくるので、えー、どうかっていうところですよね。まあそこをさらに割ったらっていうことは、まあちょっとそんなキンキンっていうかすぐにはないかなとは思うんですけども、一応そこもね、考えておかないといけないかなと思います。 はい。で、えー、ユーロ円ですね。んーまあ、ちょっとユーロ円に関してはユーロドルが強くてということで結構揉み合いで、えー、なかなか難しいです。まあ数週間前から、えー、お伝えしてますけども、まあ今はユーロ、A ポンド、あえてやる必要はないのかなと思いますね。私はですよ。はい。で、えーポンド円の方は、えー、偉く下がっております。はい。まあクロス円全体的に下がってるのでね。 で、えー、ユーロドルがまた、えー、上がってきてます。まあ、ここもね、えー、ここまで行ったときは、まあ、これもこんな感じで下がっていったら、まあ、1.04ぐらいまで行くんじゃないかと思ったら、まあ、 ドル、うんー、まあ、ここに関してはドル売りになってるのかなはい。で、ユーロいで、えー、ちょっと上がってます。まあ、でもこれもちょっとやっぱ動き的に結構読めないんで、まあ、ここもやっぱり手,手出しなかなか私はしにくいなと思います。で、えー、A ポンドドルに関しても同様です。ただ軸はちょっと、え、前よりもやっぱり下向いてきたのかなっていうところですね。はい。で、えー、その一員として、まあ、ユーロ A ポンドがですね、え、反発して、え、ユーロいの方に動いております。 で、えー、5ドル円ですね。いやー、やっぱりね、あの、本当に今、あの、リスクオフ、えー、ま、リスク回避の流れになると、どれ売るかっていうと、5ドル売っときゃ、もう本当に下がるなっていうところで、はい。えー、70円台一瞬割っちゃいました。ただまあ、えー、ちょっとショートカバーも入って、ね、70円台回復ということでですね。うーん、まあちょっと、私のループ油断設定的には全然耐えられるんですけども、まあまあ、 リーマン食給55円かなあの、安値が。とこまで行っちゃうと、さすがにきついんで、まあ、このあたりもちょっと、えー、冷静さを取り,取り戻してくれるといいかなと思うんですけども。はい。えー、で、えー、まあこっちが下がってるんですよね。えー、5ドル、米ドル。えー、要は、対、米ドルで、えー、5ドルが売られていてですね。なんとこれが2009年以来の低水準なんですよ。 はい。2009年というと、まあ、リーマンショックがあって、えー、まだ混乱していた時期ぐらいまで下がってきているのでですね。まあ、ここも下げ止まるかどうかっていうところも、えー、まあ、ゴードレーンが止まるかどうかっていうところにも関係してくるので、まあ、ちょっとチェックはしておきたいところです。はい。で、えー、ニュージーランドレンも、まあまあ、えー、オセアニア通貨なんで、ゴ、えードルが売られると、まあ、同じように売られるというところで、まあ、これもなかなか、えー、すごい勢いで、で、まあ、 ニュージーランドドル円の方が確か、えっ、ー、と、市場さえ安値ね、かなり下の方だったと思うので、下げる余地で言うとこっちの方があるので、まあ、ニュージーランド,ドル円も結構怖いなとは思います。はい、えー。で、人民元円ですね。まあ、こっち意外と売られてなくって、まあ、もう中国どうこうっていう問題じゃなくなってきてるっていうこともあるのかなと。これはもうどっちかというと、あの、えー、円高の方に、いはい。 引っ張られてるっていう部分もあるのかな多分私が買ったところよりも、まあ、ちょっと下に落ちてるぐらいなんで、ま値、あ、寝頃感は出てきたなっていうところですね。はい。で、カナダドル円ですね。まあ、ようやくここまでなんか落ちてきたかなっていうところで、うーん、まあ原油安とか、まあ円高とかいろんな要因もあるんでしょうけども、えー、ついにね、え80.6円台っていうことで、 私的には、あの、嬉しいんですよ。これ。ちょっとループイフでやってない方には分からないと思いますけども。まあ、いい感じでこれぐらい下がってきてくれた方が、まあ、ね、85円になると止めたい。88円になると止めるって言ってたんで、そこから遠ざかったんで、えー、設定的に大丈夫であれば、はい、えー、ウェルカムな状態です。今の時点はね。で、えー、原油の方がですね、まあ、50ドルで反発の時、反発すると思いましたって言ってましたけども、まさかまた、 ね、えー、今回のこの材料で、えー、こんなリスクオフになると思わなかったんで、えー、そこからえらく下がっていっております。さあ、これがまあ、どん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 下がっていくと、まあ、資源国通貨とかの影響もあるんで、えー、原油の方もちょっと気になりますね。 トルコリラ園ですね。まあ、ここもやっぱり硬かった、十、え、八、ー、18円台割ってさ、さ十17円で、多分待ってる人はもう15円台とか待ってると思うんですけども、まあ、そこまで行くのかどうかっていうところで、うんあとですね、ちょっとトルコリラ園に関しては、あの、日本の個人投資家の買いポジションは多分減ってきてると思うんで、えー、っと、2018年でしたっけね、あの、トルコリラショックのようなクラッシュ、 には、なるのかなどうなのかなっていうとこですね。で、ツアーポイントの調査、ちょっと機能できてないんで、えー、今日できたらやろうと思っております。はい。で、えー、メキシコペソ円ですね。はい、えー、これ先週、トラリピセッ微調整しましたと冒頭でも、えー、申し上げましたけども、はい、えー、まあ、えー、っと、5.2から5.8のレンジにしてるのかな。なので、まだ全然、あの、レンジ加減までも行ってませんし、ただもう、こうね、一本上司に下がってるので、 あのー、決済がないんですよ。ポジションを増えるだけっていう状態で、ループイフダンの方は、決済もあるんですよ。あのー、5ドル円とかカナダドル円って、えー、動きあるんで、あの、こう言ってこう、こう言ってこうも多少はあったんで、えー、利益は結構出たんですけど、まあ、ペソに関しては、一本上司に下がっていってるので、えー、そういったのはないです。はい。 で、えー、ランド円ですね。えー、ランド円私の買い値が、えー、7.2ぐらいで、まあ、まあほんこの時はそこで買えたなと思ったんですけども、まあまあ、こんな材料出ると仕方ないかなということで、えー、6.9円台。まあ、私の、えー、強制決済、えー、強制ロスカットの水準からは、まだまだ全然離れているので、まあ、それもちょっと設定の方で多分、えー、書いてあると思うんですけども、はい。 で、えー、来週の重要指標ですね。まず、えー、オーストラリアの政策金利発表。一応、据え置き予想なんですけども、やっぱ直近のこの株式市場の混乱等を受けて、えー、もしかすると、利下げもあるのかなっていうとこですね。はい。で、えー、まあ、カナダも、えー、政策金利発表あって、こっちも据え置き予想です。うーん、どうかなっていうとこです。はい。えー、あとは、えー、米雇用統計があるんですけども、まあ、指標動向なんかよりも、今はとりあえず、 えー、まあコロナウイルス、新型コロナウイルスの感染拡大が止まるっていうか、そんな急に止まるっていうことないんで、その特効薬みたいなんできましたとかっていうの多分、そんな出てきたらそれは一気に収まるんでしょうけども、まあアメリカだの、っていうか世界各国協調して何かしらのその金融緩和とかの対策取るとかっていうことをするのかなと思いますね。ただまあ アメリカの株価に関してはバブルだったんで、安いところから売られてるわけじゃなくて、もうめちゃめちゃ上がっていった状態から下がっているだけなので、ここを金融緩和して買い支えする、買い支えせっていうかまあ止めるっていうのもまあなんかちょっと違うのかなと思いますよね。それよりも、そのやっぱコロナウイルスにを止めるようななんか材料が出てくるといいんですけどまあそんな今週、来週で出てくるかっていうとちょっと難しいですね。はい。 で、スノーキーの来週の戦略です。まあ、正直ね、今回も、やる意味あるのかなと思って、今週も動画自体ももう休もうかなって思ったぐらいなんですよ。なぜかというとでも読めないから。こんなパニック状態の時に、上がる、上がるか下がるかって、はっきり難しいんで、っていうことをちょっと一応前置きとしていきます。はい。えー、ドレンは、まあ、止まってほしいなと思うんですけども、まあ、107円割ったら、えー、次のメドは104円台なので、まあ、今はちょっと、 私結構余裕な感じですけども、ここをつついてくると、さすがにやばいんで、まあまあどうしようかなとは思ってます、正直。はい。で、えー、まあユーロ円、エーポンでは中立から強気で、えー、ゴードレーン、ニュージーランドレーンは、まあちょっと売られすぎの反動で、えー、買い戻し、もみ合いになってくれるといいななんですけども、まあ一段やその覚悟はしておいた方がいいかな,いいかなと思います。 で、えユーロドルはやや通気、エーポンドドルはやや通気ということで、まあまあ、このあたりも難しいです。ということで、え投資に関する最終決定、ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということでですね、本当にまあ、FX メインで、その入ればでゴリゴリやってる方はちょっとやばいかもしれないですけども、まあ、スワップ投資とかでやってる方、そこまで今、ピンチじゃないかなとも思うんですけども、とりあえずあの、生きよう動画っていうのをね、あの、だいぶ前に、 あげたんで、えー、私フラッシュクラッシュ食らった時に、もし今すごく辛い気持ちになってる方はい、まあ、動画のタイトルは生きようじゃないんですけども、サムネイルが生きようなんですよ、黒に。まあ、ちょっとそれ見てもらって、あのー、一回、この週末に気持ち落ち着かせてっていうところですかね。はい、えー、最後までご覧いただきありがとうございました。